目が覚めた？君が暗殺団の頭領だったんだな。びっくりした？うん、まあね。名前なんて呼べばいい？ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの？目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも？それじゃあロゼはどうして俺を助けてくれたんだ？暗殺ギルドの人間なのに。わかんない。助けてよかったのかこれから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え？スレイ、誰かが見てる。あ、ねえ、北に向かって。そこに私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。え、でも追手にバレちゃってもいいの？大丈夫大丈夫。っていうかもう下ろすよ。このまま行こう。その方が油断させられるし。チェ。棟梁。こいつ例の同志。話は後。追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。え？おい、待った。本当に追っ手を殺すのか？相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。あ、君たちが。ハイザン兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。ハイザン兵狩りなんてもうやめときな。いたたまれないよ。ローランスも何を血迷ったのか。ローランスの上層部は何考えてんだろう。ハイランドは姫が抑えていたというのにローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけない。けどまあ、たくましく生きてる。何その顔。いや、僕ら暗殺ギルドやってっけど、誰彼構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならない者以外は殺さないさ。じゃあ俺は。少なくとも闇討ちみたいな真似はしない。けどスレイ、同志がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だがどうやって見極める、棟梁。それなのよ。ん？ごめん、なんかおかしくて。さあ、隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか、あたりを見てくる。サンキュー、任せた。メイビンおじさん、久しぶりだな。お嬢、
そっちのは今話題の同志か？スレイって言います。なぜ同志って分かったんですか？天然だな。その格好見れば分かる。この人はメイビン。ギルドの一員じゃないけど恩人なんだ。今時珍しい探検家よ。へえ。気ままに旅してこれの足跡を追うのが気に入ってるってだけだ。天意見聞録。お嬢、戦争が始まったと聞いて気になってたんだが、問題なさそうか？このアジトはもう捨てる。依頼もしばらく様子を見た方が良さそう。もしかして俺のせい？同志が暗殺ギルドの心配か？変わったやつだな。そうなのよ。さて、俺はもう行くとするか。え？もう？あんまりのんびりしてるなよ、お嬢。同志の出現、戦争勃発、これから時代が大きく動くぞ。うん、分かってる。スレイ、せっかくここに来たんだ。奥にある遺跡の謎を解明してみせな。え、どういうこと？ここは天意見聞録に載ってない。他にもいくつかそんな遺跡や伝承がある。そんなに発見が困難なわけじゃないのにだ。なんか裏があると思わねえか？自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。上出来だ。スレイ、また会おうぜ。お嬢もな。うん、また。じゃあね、おじさん。さ、中に入って。疲れた。今日はもう寝る。スレイも適当に奥のベッド使って。ありがとう、ロゼ。勝手にどっか行くなよ。まだ安全かどうか分かんないんだし。この先がここの遺跡の深部か。塞がれてるな。まったくスレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだろ。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。みんな！スレイ、元に戻ったのか？本当よかったですわ！いなくなったのかと、すげえ焦った！ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ？考えたことない？二つの領域が重なったら、どちらの加護が強く影響するか。どういうこと？スレイさんの同志としての領域が、かの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ。ドラゴンよりも強く、汚れた領域を持っているんだもの。ヘルダルフ。あいつが、最下の剣士なのか。まず間違いないでしょう。あれほどの汚れをまとう者は他にないと思いますわ。じゃあ、あいつがあれほどの汚れと力を持ったのは何か理由があるってわけか。当然だろうな。あんなのが自然に生まれてたまるか。それを知り、スレイさんが答えを持ってかの者に挑まなければ。あ、
何ブツブツ言ってるの？ああ、ここに仲間がいるんだ。は？天族なんだけど。そういうの笑えないよ。ライラ、彼女ならあれで声が聞こえるんじゃない？そうですわね。やってみましょう。何？耳を澄まして、ロゼ。ロゼさん、聞こえ？ちょ、ロゼ！ロゼさん、落ち着いて！聞こえない！バカ、話せ！ロゼ、聞いて！ウバケバズ。タブーに触れちゃったね。どうしたの？棟梁、そっち系点でダメだから。そうですか。同志、楽にしててくれ。何かあったら呼ぶけど、しばらくここにいてもらうよ。君への対応が決まるまでね。あれは確かデゼル。デゼル、いろいろ聞きたいことがあるんだ。奇遇だな。俺も聞きたいことがある。天族の力をまとって戦う、あの力は何だ？カムイのことか。カムイ、そうか。あれが、俺もあの力を得られるのか。カムイは同志と天族が一体となって行使するものです。お互いが力を合わせるんだ。手に入れるって類のものじゃないよ。面倒な力だ。だが確かに強い。全く意図がつかめない。何なんだ？品定めさ。俺の目的に繋がってるかどうかのな。もう一つ答える。あの娘ロゼ、カムイの力を発現できると思うか？彼女なら可能かもしれません。それほどの素質を秘めていると思います。そうか。けど今のままじゃ一生無理ね。どんなに素質があってもあの子は天族を拒絶してるもの。誰のせいかしらね。結局こっちの話は聞く耳なしか。風の天族はよくわからないのばかりだ。カムイの力を求める天族か。スレイさん、どちらへ？うん、戦場に戻ってみようかと思うんだ。何を言ってるんだ。また霊能力を遮断されるかもしれないのよ。けど手をこまねいているわけにもいかない。とにかく何か掴まないと。僕は反対だ。無謀すぎる。最下の剣士は同志が何とかしないといけない。だから行かなきゃいけない。そうだろ、ライラ。いいえ。焦らないで、スレイさん。あなたが自分を見失ったらどうなるか話したはずよね。同志が汚れてしまったら世界はさらなる最悪に見舞われる。そうです。忘れないでください。確かにやってみなきゃわからないこともある。だけど今はその時じゃないと思うね。僕は。はい、今スレイさんに必要なのは休息ですわ。僕に提案がある。奥の遺跡を探索に行かないか。あのメイビンとかいう男の言葉も興味深い。遺跡探検か。名案ですわ。そうしましょう、スレイさん。そういうことらしいけど。
よーし、久々にがっつりやるか。あ元気が出てきました。休息を取るんじゃなかったのかしら。同志としてのね。じゃあ早速行ってみよう。何よりもまずはこの扉だな。それ全然開け方わかんないんだよね。どうでもいいから放っておいたんだけど。開きそう？どうかな、ちゃんと調べてみないと。そう。何？別に、ただの同志観察。気にせず続けて。変なの。ロゼさんずっと見てますね。変わった子だよ、ほんと。ライラたちと話してるとまたパンチされちゃいそうだ。何？あの時のスレイさんとロゼさん、本当おかしかったですわ。一言だと思って。面倒ね。打ち破っていい？バカな！貴重な遺跡を破壊するなんて。入り口自体は閉じてる遺跡か。やはり閉じられてる意味があるんだろう。けど封印の類じゃないな。鍵穴すらないし。つれ、久々に勝負といかないか。いいよ、絶対俺が先に開け方見つけてやる。負け越してるのを忘れてるようだな。扉の奥どうなってるんだろうね。あ、ロゼも遺跡に興味あるんだ。全然。今私が興味あるのはスレイだって。そう。
待ちくたびれたわ。なるほど、さっきのが扉の回転を邪魔してたってわけか。へへ、今回は俺の勝ちだな。どうやらね。さてと、ロゼも行くのか。うん、スレイが行くのならね。ロゼ、遺跡の中には人にとって魔物と言えるほど手強い獣がいることがあるんだ。そんな奴らを俺は兵馬って呼んでる。ほうほう、聞いてる？兵馬、めちゃ強の獣でしょ。聞いてる聞いてる。危ないかもしれないんだって。スレイが大丈夫なら私も大丈夫。知ってるでしょ、私の実力。いい退屈しのぎができそう。なあ、俺も行く。お前たちに余計な手間はかけさせん。けどデゼルは兵馬を浄化できないじゃないか。はあ、いざとなれば助けてやればいいさ。ですね、せっかくの遺跡探検です。楽しみましょう。奇妙なバカンスになりそうね。それほど汚れは感じませんね。うん、いい探検になりそうじゃないか。何これ、レバー。ロゼ待った、遺跡の仕掛けを不用意に触った。嫌なもない。あらら。あららじゃないだろう。いや、でも結局作動させたっしょ。行き止まりだったし。読まれてるよ、スレイ。あれ、戻んないや。どうすんだよこれ。奥開いたし、ちょっと見てくる。そこ動かないで。動けないんだよ。怒んなって。参ったな。
ダメだ。内側からはどうしようもない。ロゼを信じて待とう。ロゼさんを私たちの旅に誘いませんか？何？突然。僕も同意だ。スレイのいい仲間になると思う。ミクリオまで。ジージが言ってた。同じものを見て、聞くことのできる真の仲間だよ。真の仲間か。いいんじゃない？ロゼさんの霊能力はスレイさんと比肩するほどのものです。アリーシャさんの時のように、重視の代償でお互い苦しむこともないと思いますわ。それに、人間がスレイだけだと、時々面倒なのも分かったし。けど、同志の宿命に巻き込むわけにはいかない。やっぱり君が気にするのはそこなんだな。スレイさん、ここまでの旅は辛いことばかりでしたか？ううん、楽しいこともいっぱいあった。同志の使命に飲み込まれる程度か？僕たちの夢は。違うよな。言いたいこと、分かったよね。うん。何でも抱え込むな、だね。スレイさんの責任感、嬉しく思いますわ。ですが、スレイさんにはスレイさんの歩き方があるはずです。無理して走っても、途中で倒れるだけ。俺に合ったやり方を見つけ出さなきゃってことだな。そのためにも、仲間が多いのは心強いだろ？そうだな。決めるのはあの子だけどね。まずは話して私たちのこと理解してもらわないと。いきなりの難関。いずれにせよ戻ってくるのを待つしかないね。大丈夫でしょうか？心配ですね。信じて待つしかないよ。お？何ですの？ああ氷魔です。とにかく戦う準備を。まさか。ロゼが何か仕掛けを。まったく、とんだトラブルメーカーだ。あれ？ダメだった？何してんの？氷魔が！その口ぼこりが？なんかよくわかんないけど。気にしないで他を当たって。了解了解。ケチアスレッシャー一戦巻き上げ。味方ない。天狼波赤土求める。行くぞ。まだ騒いでる。やっぱりなんかあるの？まあもう。じゃあ今お化けと戦ってるの？はい、気にしないことにしました。マウは王聞くものか。鳴り響け。こいつを食らい。マウは握り潰す。畳みかけろ。天狼波コガハマン。天狼波全人間トゥコガハマン。レインストームトゥ絶空層。終わらせる。次を吠えろ。雷神登場だ。まだいるぞ。やるなミクリオ。君が甘いんだよ、いろいろと。驚きましたわ。なんか嫌な予感がするんだけど。珍しく気が合うわね。私もよ。大丈夫だよ、多分。まさかじっとしていることになるとはね。昔を思い出して楽しいよ。これも遺跡探検の醍醐味だよな。僕は閉じ込められたことなんてほとんどないけど。俺が仕掛けを解除してやったこともあるだろう。
ごくごく稀にね。チェ、それにしても変わった遺跡だな。閉鎖された空間、覗き窓のある扉、そして外からの操作で部屋の仕掛けが作動するか。そうか、実験場だ。ここが実験のためのものなら中からは開かないだろう。完全にロゼ任せだね。でも何の実験をしていたのかは調べられるよ。脱出できるかどうかわからないってのに君は本当にお気楽だな。うっせえ。遅いわね。私も行けばよかった。なんか落とした。したわね。煙だ。ほんと大変ね。なんか他人事なんですけど。ええ、煙で困るのは人間のスレイだけよ。頑張って。ええ、エドナ、冗談を言ってる場合じゃないよ。ひとまず体勢を整えましょう。しょうがない。スレイ、大丈夫なの？ロゼ、近づいちゃダメだ。俺は大丈夫だから他を見てみて。ごめん、なんかさすがに反省。大丈夫だって。急がないと。心が広いのね、スレイ。昔のスレイそのもの。もう大丈夫みたいね。うん、なんだか楽しそうね。うん、なんかこういうの久しぶりだなって感じるよ。そう、その感情を大事にすることね。開きましたわ。この感じ、領域。かなり強力な存在だぞ。しかもこの汚れ、妖魔だな。ロゼの声だ、急ごう。なになになに、そんな、ドラゴニュート、やばいやつなのか。ドラゴンの幼体の一つですわ。危険な氷魔ってことか。もうやだ。そろそろ限界みたい。行くぞみんな。おい氷魔、お前の相手はこっちだ。スレイ、どうし、かなわないようなら逃げましょう。ああ、とにかくロゼたちが逃げられる時間さえ稼げれば。ロゼ逃げろ。白き水を放雷する。巻き上がれ、悪しきを下せ。私たちの持つ属性では効果が見込めません。どうするの、くたびれるのは嫌よ。わかってるんだけど。これどうだ、気をつぶせ。ロゼ何やってんだ、逃げろって言ったじゃないか。けどさ、私のせいでしょそんなになってるの。気にしてないから。スレイ、僕抜きでしばらく耐えてくれ。え、ロゼ、関心にも今度は耳を傾けてるね。ロゼ、怖がってもいい。そのまま我慢して聞いてほしい。スレイはあんなやつだ。幼馴染の僕でも見ててハラハラする。僕たち天族は
確かにスレイの仲間だ。だけどスレイと同じものを見たり聞いたりできてるのか正直わからない。スレイだけが人間だから。そう、スレイには本当の意味で同志の宿命を共感できる人間の仲間がいないんだ。私にスレイの仲間になってほしいんだ。決めるのは君だけどね。ねえ、名前なんて。ミクリオ、来てくれ。はいはい。ミクリオ。もえ、ミクリオ。見えたけど、やっぱこさすがにひどいんじゃないか。これは勘弁して。やってやるから、スレイ、ミクリオ。それとあ、何、何なんだ。私も戦う。彼女は決心したようだ。もちろん彼女の意思でね。ありがとう。ライラ、時間を稼ぐ。その間に重視の契約を。ですが、スレイさんにマナをつけてもらわないと。ウィクエクウィク。それがロゼに与えるマナー。わかりましたわ。あまたのデュース無理に引っ込むな。もう少しの辛抱だ。ああ、とにかく時間を稼ぐ。魔を断ち切れ。鋭く氷拡散せよ。クイーンスランサー、白く水よ。巻き上がれ。瞬時剣接空槽クイーンフロー。瞬時剣接空槽オーラッシュ。巻き上がれ。アズラッシュグズロシブレイ。爽快の発電。まずいぞ。させるか。体力に気をつけ。どうした、ダジェルがライラーの陪審に。何、ダッお待たせしました。ライラ、ロゼ。なんかめっちゃやれそう。よし、一気に決めるぞ。同志、遊びはもう終わりだ。俺のカムイを発言させろ。デゼル、お前なんで。終わったらちゃんと説明してくれよ。フッ、オグリザル、アレオカミ、アベンジャーマイト、ウィー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 カムイ、これが実戦で。実戦ですよ、ロゼさん。なんですと。ユーロ作戦の特徴、見えぬ幻影。竜の先まさよ、決めてる。バツは帝国。見せます、竜の先天の特徴。人だけで決まる。見えぬ幻影。人だけで決まる。帝銀強発ビリッツリバウス。帝銀強発ビリッツリバウス。かけろ一瞬。届け！レベル3！ 届け！レベル3！ 届け！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 
提言共犯バーディーキック。やったー、犬の天族、うまくいったな、ロゼ。ロゼ、おい、しっかりしろ。ロゼだと思った？私よ。ちょっ、ざっけんなてめえ。よっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだ。あら、あなたが陪審になったわけがスレイたちにわかりやすく伝わったと思うけれど。どうし、俺は。わかったよ、デゼル。聞け。デゼルさんはカムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ、そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。俺の友を殺し、風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした兵馬へのな。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか、ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき兵馬と化す。復讐の相手と同じ兵馬になるなんざ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だけど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。ふん、否定はしない。カムイの力がどんなものか好みで理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上勝手な振る舞いはさせないぞ。ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろ。確かに、そういえば、そっか。ロゼには俺の話は黙っていてもらおう。その娘は自分の意志と力でこれまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って何をしてきたかなど知る必要はないからな。デゼルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ、怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまでここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。